私だけが誰よりもザ・ワールドを理解している。何？愛しているなのに。やだやだやだ。あれがヤタ様のアバター、運命の預言者フィドヘル。アバターの暴走か。俺のアバターで鎮圧する、それしかねえ。いいぜ、来いよ。俺はここにいる。スケー連れて行け。その左腕には異形の髪を、その右腕には黄昏の髪を、ついの波最短のハートを、光となりて世界を満たす。そうは新たなる神々の黄昏を招くものなり、破壊者にして創造者、そして無欲なるもの、巨大なる影の蹄の音とともに、ああ小さき者の幸せあれ。ヤダ様、しっかりしっかりして、何か言ってねえ。パイ、私はそうか、アバターが暴走、惨めだな。私は誰よりもザ・ワールドを愛し、誰よりもザ・ワールドを知りながら、ザ・ワールドは私の愛を拒み続ける。私は愛されない。なぜ私ばかりが孤独なんだ。パイ、愛されていない、それはあなたが他人の愛を受け入れようとしないからでしょう。優しくしてほしかったらどうしたらいいか考えなさい。優しくしてほしいわけじゃない。私は認められたいだけだ、このザ・ワールドに。そのためなら他人は関係ないの？他人を踏みにじってもいいの？認めてほしかったら相手の気持ちを考えなさい。相手の気持ちを拒絶したあなたの心を救ってあげることなんかできない。あなたは一人でこの世界にいるわけじゃない。私は彼のことはひとまず私に任せて。分かった、すぐに連絡するから。それじゃ。8人の非分使いすべてが改元したか。アイナ、どこに行った？アイナ！タウンで間反応？とにかくブレグエポナに行かないと。ヤタが GU に復帰したか。そうだな、パイからの連絡を待とう。よろしくか。メールで言えただけでもな。ヤタ抜きには問題は解決しない。納得いかねえ部分ばかりだが、付き合っていくしかねえだろ。ヤタとオーバン、そんな昔から知り合いだったのか。アイダの問題は事象に過ぎない。全ての理由はオーバンの目的にある。気づいてくれ、サク。ボーの姉ちゃんはお前だけなんだ。あれ、ここ行き止まりだった。あれ、うわ、びっくりした。君、どこから出てきたの？私は君はアイナちゃんだね。アイナ、あなたはサクボ。僕はボーだよ。ねえ、一緒に遊ばない？一緒に遊んだ方がきっと楽しいよ。はい。あれを見て、ハセオ。ボウ。消えた。今のは愛だ。ボウはどこに？アイダに連れ去られたのか。まだデータの歪みが残ってる。それをたどれば。ボウを追うわよ、ハセオ。私をパーティーに誘って、ここでエリアハッキングを実行するわよ。いないな。この奥にいるのかもしれない。先に進みましょう。アウターマグやるわよ、ハセオ。隙だらけね。緊急試練弾の結果ね。ぶちのめす。リプマジ。肩慣らしにもなりゃしねえ。隙だらけだぜ。緊急試練弾。よし、もらった。緊急試練弾。楽勝楽勝。逃がさないわ。楽勝楽勝っと。チャンス到来。負ける要素はなかったの。さて、どう来る？緊急試練弾。リプマジ。だらけだぜ。当然の結果だ。なんてな。ボウはここにはいないらしいな。すでに他のエリアへ移動してしまったようね。仕方ないわね。一旦タウンに戻りましょう。噂版に確認してみるか。大した情報は得られなかったな。お？BBS に書き込みした PC に会いにブレグエポナに行こう。 BBS に書き込みした PC は裏路地にいるらしい。今は少しでも情報が欲しい。どうした？おー、良き目をした人よ、聞いてくれたまえ。トライエッジのみならず、とうとうチート PC までが出現したのだ。許すまじ、ニックキ白ゴスロリ美少女幽霊を成敗してくれる。息巻いてるのはいいが、エリアが分かんなきゃしょうがねえだろ。私の情報収集能力を甘く見るでない。なんだと、まさかシグマサーバー霞ゆく夕顔の映画。シグマサーバー霞ゆく夕顔の映画だ。いざ行かん、正義は我にあり。マジか。おい、いや、なんか腹立つが、とにかく確かめるか。シグマサーバー霞ゆく夕顔の映画に